前回のサバイバルキッズウィー知ることあって病気を治したところまで進めました。では続きの方をどうぞ。皆さんお疲れ様です。鍋蓋の子です。それじゃあパート4やっていきましょう。前回の続きでなんか火事が起きてる、おー、その夕方の BGM いいタイミングで入ってくるね。そう、前回ねシルクを助けたと同時に火事が起きました。なのでその火事が出てるところに向かっているっていうところですね。まあ、の雷が落ちたとか自然現象でその火が出てるのか、もしくは誰かが人がいるのかみたいなところになってきます。まあ、キラ編を見てる人だったらね、わかると思うんですけどね。では、もう、次のね、ジャングルのとこまで一気に飛ばしちゃおうかなって思います。カッツ。はい、というわけでジャングルに着きました。そこには。わーやっと人に会えた。私一人ぼっちでどうしたらいいかと。俺さ、ここさ A ボタン押したくなくなるんよね。 A ボタン押さなければさ、ずっとシルコ殴られてんのこれ。あの、俺に薬を取りに行かせた分ぐらいはミルクに殴ってほしいよね。ああ。いい加減進めようか。パイオツでかい。はじめまして、姉ちゃん。ミルクと言います。乗っていた船が沈んでしまって、この島に流れ着いたのです。あなたたちはこの島の人じゃないわよね。ええ、僕たちもその船に乗っていました。僕は日向明と言います。こっちはルーシーで。シルコです。はじめまして、マスター。いや、はじめまして。ちょっと、大丈夫？まだ毒が残ってるんじゃないの？平気、平気。はい、やってね。あの、ずうずうしいお願いなのですが、私も仲間に入れてはもらえないかしら。あ、ボニーかわいい。ああ。ルーシー。このシーンとかは変わらないね。うん、仕方ないわよね。じゃあ僕たちが先に行きますのでついてきてください。アキラ、もしはぐれても俺が連れていくから気にするな。もうこの言葉がもう意味深だよね、今思えば。うん、はい、わかりました。まあ、もう知ってるとは思うんですけど、この二人はまあ裏切り者になってくるんですよね。まあ、後々裏切ってないこともわかるんですけど、まあでも、一度裏切ってるか、正確には。うん。だから、まあね、今回も、まあその目線から見てね、もう進めていこうかなと思います。で、今、アイテム欄に余裕がある人は、この時点で、このジャングルのアイテムを漁っていきましょう。僕は全然もうアイテム欄に空きがないので、まあ、とりあえず拾えるだけ拾っていこうかなって思います。じゃあちょっとアイテム拾うだけ拾ってから家に帰ろうと思うので、そこまでカットしましょう。コウモリくん、お久しぶり。コウモリくん。あ、すげえスルーされた。はい、というわけで拠点帰ってきました。すっかりはぐれちゃったね。もう少しゆっくり来るべきだったかな。すいませんでした。置いてけぼりにしちゃって。いいからいいから。口横に長くない？はあ。それも不安だったのよ。寝込んでいたんだし。あら、ルーシー、行こねえ。不甲斐ない。それで、これからどうするつもり？詳しく話は聞きたいんだけど。うん。
もじもじしてる。ずいぶん疲れたみたいで。おい、このまま仕方ないですよ。大変だったみたいだし。まあしょうがないわね。何かしらの挨拶をしてから寝るべきや。ミルク、くびれすごいけど。相談は明日にして、私たちももう寝ましょう。はい、というわけで一日経過しましたね。おい、どこ行くんじゃい。どこか行くんですか。あ、アキラ、おはよう。こちらのミルクさんは。明らかに動揺してますね。私が一人でさまよってた時に人影を見た気がするんです。シルコさんと確かめに行こうと思いまして。うわ、すごい話が上手。そうそうなんだよ。あの船の乗客が4人も集まったんですから、他に人がいたくてもおかしくないですよね。ねえ、いろいろ調べてきます。くびれすごいね。くびれがすごい。シルコのくびれもすごい。もうなんか重機の蹴れそうだもんね。うん、アキラ、何度か地震もあったようだし、津波が来たらここは危ないと思うんだ。薬を取りに行ってくれた砂浜があったろ。一段高くなってるし引っ越した方がいい。そこで落ち合おう。え、でもあっちにはゴリラが。まあ、シルコはゴリラみたいなもんやしな。勝手なことばっかり言ってるわね。昨日まで寝込んでたくせに。聞いてたんだ。あの二人怪しいと思わない？元から知り合いなんじゃないの？ルーシーの観察眼、さすがでございます。そうなんでございますね。知り合いならもっと再会を喜ぶんじゃない？それに隠す理由もないでしょ。いや、腹パンしまくってたよ。うん、めちゃくちゃ腹パンしてたよ。うん。まあでもクリア後だからわかるよね、ここのね、取っ組み合いは。それはそうなんだけど、でも賑やかになってよかったよ。やっぱり大人の人がいてくれると安心だし。どこがよ、私は大人なんて信用しないわ。ところで薬を取りに行った砂浜を見に行こうと思うんだけど。引っ越すの？ゴリラはどうするのよ。本当にどうするのよだよ。うん、そうなんだけど、津波の心配もあるしね。この頻繁に津波が来てたり地震が来てたのもね、ちゃんと理由があったのからすごいよね。ゴリラに話が通じればいいけどね。まあここにいたってしょうがないし、行って少し見て回ろうよ。家を建てたいんだ。安全だったら人数も増えたことだし、家を建てたいんだ。アキラくん、マジ棟梁だよ、あなた。なんで建てれるの家。はい、というわけでこっからはね、家を建てるパートになってくるんですけど、この時点でベッドとか棚とかその他諸々を、やっておく、作っておく必要があるので、そちらの方を進めていこうと思います。なので出来上がるまで大幅カットしていこうと思います。このね、期間にね、やっといておいた方がいいことっていうのをね、ついついやっていこうと思いますんで、まあカット多めでお送りしていこうと思います。ではカット。はい、というわけで最初の拠点の砂浜なんですけども、夕方6時以降にね、こう松明を持っていくとこう光ってる部分があります。ここをね、ジャックに掘ってもらうとアイテムが出てくるんですけど、ちょっと遠かったみたいだね。ちょっとジャックごめんね。ジャックごめんよ。ちょっともう近づこう。はい、ありがとうね、ジャック。これでね、ジャック用の骨がゲットできます。これでジャックとね、遊んでね、ジャックの好感度を上げることができますね。いやー、夜って怖いね。はい、というわけで竹の方まで来たんですけど、こんな感じでね、謎のルアーみたいなのがここに落ちてるんで、これ拾えます。松明持ってたらね、このワンちゃんジャックがね、掘ってくれるんで、そこでね、謎のルアーゲットして何の魚も釣れるようになります。チートアイテムや、チートや、こんなチートや。はい、では次の場所でどうぞ。はい、というわけでね、今回は湖の方に行ってイカダを作ってしまおうと思います。よくよく考えたらイカダ作らないとね、家を作ることはできないっていうのに気づきまして、さっさとイカダ作って港の方確認しに行こう。港
泉だ。何をボケている俺。あーすごい、あーすごい。でもここほんといつ見てもここ綺麗。さあ、イカダは下か。こっちだ、下だ。久しぶりだ、泉来るの。1年ぶりか。いやー、いい感じに古びてる。え、橋、無人島じゃなかったの？ルーシー、誰かいるのかもしれないよ。ほら、あれいつ見ても、いつ見てもいびつだ行って調べてみよう。これくらいなら泳げるんじゃない？やめた方がいいみたい。船が必要だね。作ろうか。作れるの？うん、この対岸渡るくらいのなら作れるよ。ジャングルも近くて材料もたくさんありそうだしね。こう言ってるアキラ君、この島にたどり着くときに一個船を壊しているのである。さあ、じゃあパパッと作ってしまうんで。ではでは、作成後にダーン。はい、ということで小さな方ができました。じゃあ渡ってしまいましょう。はい、着きました。じゃあ建造物の方見ていきましょうか。いや、すごい立派に立ってるよね、この建造物。すごいんだよこれ、ほら、石碑。これは一体。人が作ったものだと思うけど、誰もいなし、手がかりはなさそうだね。千年パズルだ。ルーシー、ここに何か書いてあるよ。もう物理法則無視してんのよ、マジで。落とされた者たちへ救いの道が。ちょめちょめちょめ、隠されている。アキラ、あー、肝心のところが抜けてるね。でも見て、歩いた跡があるね。動物たちが持って行ったんじゃないかな。なぜその石板を動物たちが持っていくのか。もしそうだとしても、どの動物がいつ持っていったのかもわからないし。てか普通にルーシーだったわ。見つかっても猛獣だったらどうにもならないわ。そうだね。結局何の足しにもならなかったわね。イカダ、イカダまで作らせてごめんね。ああでも確かに何もないのは確かにって言ってイントネーションどうなっとんねん。でも確かに何もないのは悔しいな。これでももらっていこう。お前それ何するつもりなんだよ。そんなもの何にするの。家を建てる。棟梁、アキラ棟梁、それ全部俺がやることになるんやで。あそこにゴリラはどうするの。行ってから考えよう。ここでルーシーため息さ、ため息もつきたくなるよ。はい、というわけでここにはね、あの丈夫な木の棒が結構あるので、丈夫な木の棒だけ回収してから。あ、え、ニワトリじゃん。ニワトリさん、おはようございます。逃げないで、逃げないで。あ、ナイフ持ってたら普通に倒しそうだな。あの結構確率低くていくはずなんだけど。いった、お前、お前いきなり突っ込んでくるのはなしだろ。123、やべえ、危ねえ、3発切りか。そこ嫌だな。12で逃げる。123、
3で逃げる。1、2、ここ場所悪いから2で逃げる。いやもう一発食らっちゃったんだよな。1、2、3、 OK。 あーもう痛かったマジで、びっくりしたわ。多分ね、イカダ作って渡ってこっちに帰ってくるときに 100% 輪に湧くと思います。なんでここは無視してもいいし、倒せる余裕があるなら倒してもいいと思う。いやびっくりした、まさか急に襲われるとは思わんかった。一発もらっちゃったしね。一発もらってダメージ20も減るからね。無理しないで。ダメージはね、体力20も減るからね。おい今日言葉どうした。めちゃめちゃアメコメだぞ。はい、だけで回復です。よし、さあちょっともう夕方になってきてはいるんですけど、ここで一回ゴリラと戦っていこうと思います。いい胸の音だ。ゴリラくん。何あれ。ゴリラです。ゴリラ、ゴリラです。うん。でも言ってくれてよかったね。どうしたの。さっきの石板ですね。それ石板。同じことをしろって言ってるのかしら。さあここでコミュニケーションを取っていこうじゃないか。さあ暗記ゲーです。あ、ルーシーがちゃんとやるんだ。左右両方左ですね。 OK。 左右両方左ですね。俺こういうの苦手なんですよ。友好的な関係を築けそうですね。学士。何かに負けたような感じ。何だったんだろう。これはくれたんだよね。勝負のつもりかな。そうだね。遊び相手が欲しかっただけなのかもしれないわね。可愛いとこあるじゃねえか。そういえばゴリラはいたずらでもしなければ人を襲うことはないって本で読んだよ。あんな怖がってたくせに。だって、いやまあそれは怖がるよ。でも私のことかばってくれたわね、ありがとう。いやあの思いっきりルーシーが戦ってましたけど。思いっきりルーシーが遊んでたんですけど。また遊んであげようね。ここで呼べば来るんじゃないかしら。そうだね。これあれだな、アキラ編ではアキラがああやってゴリラと対決して、あれなんですよ、勝負して勝つので、多分今回はルーシーが言っちゃったから話の辻褄が合わなくなっちゃったって時かな。追いかけろ、間に合わねえなあれは。はい、というわけで港じゃないんだけど、何回港っていうね、湖編おしまいです。湖から帰ってこのゴリラルーティンまでして拠点に帰ることをお勧めします。じゃあ次は
はい、というわけでね、次の拠点、家を建てるまでのだいぶ準備が進んできたんですけれども、まずね、こっちの拠点にいるときに作っておくべきものなんですけど、まずベッド第1段階は作っておいた方がいいと思います。ほんでね、棚はね、もう3段目まで作ってしまいます、この時点で。なぜかというと、木の板っていうのが第1拠点が一番手に入りやすいんですね。あの浜辺に流れ落ちてるんですけど、それを、有効活用するために第1拠点で棚は3段階目まで作ってしまっておきましょう。あと僕、干物台も最大までは作ってはいるんですけど、これはまあ好みでいいかな。なんかいらなかったら別に作んなくていいし、なんならあの1段階目だけでもね、3つぐらい保存食作れるので、今はもう最大までやってるので6枚まで作れるんですけど、まあ別にあってもなくてもって感じです。さあ次にね、こっちの拠点でやっておくべきことその2をお教えいたしましょう。はーい、ということでね、こっちの拠点にいるうちにやっておくべきことその2なんですけれども、のろし台を作りました。こののろし台をね、最低5回、まあ5回以上ね、いくら上げてもいいんですけど、5回以上は上げておきましょう。なぜかというと、全てのエンディングを回収する上で、全てののろし台の上で、あの5回のろしを上げるみたいな、どうか必要になってくるんですね。上がりました。プラスボタン押したら飛ばせるんだよね、ムービー。あー、火起こし壊れた。まあいいんだけど、家作りまでカット。家が完成しました。というわけで早速引っ越していきましょう。家具を運ぶのに5時間かかりますか、引っ越しますか。引っ越します。やった、新拠点だ。おい子供たち、帰ったぞ。おめえら何もしてねえじゃねえか。どうでした、誰もいなかったわ。私の気のせいみたい。あとやっぱりここは島、完全に無人島ね。そう、それでこれからのことなんだけど、やっぱり船を作るしかないと思うわ。やっぱり船を作るしかないんですね。その西谷側なんですかね、にやり。少し心配だったけど、この家を見ると希望が出てきたわ。アキラは照れくさそうしてるけど、ルーシーやアキラ様にイラッとしてんだよね。じゃあ明日からは船というのに大きめのイカダを作ることが目標ね。了解です。そうね、みんなで力を合わせて島から出ましょう。私もきちんと挨拶してなかったけど、改めてよろしくお願いするわ。なんか一番最初に会った時とキャラクターが違いませんか。あとシルコさんと帰る途中相談したんだけど。え？ああ、二手に分かれた方がいいかと思って。アキラとルーシー組、シルコさんと私の組で別々に行動しましょう。ますますにますますじゃん。ルーシーは大人が苦手なんだっけ。その方がいいかもしれないな。わかりました。はい、というわけで家を作ると強制的にね、このように話が進んで1日先に登りま、何が言いたいんだ、1日先に行きます。なのでね、家は途中段階で止めて、なんかまた作りに来ようとかするよりも、一気に材料を集めて一気に作ってしまった方が、あの体力とか、あの水分、お腹の調子も全部 100% に戻るので一番いいです。なので、皆さん一気に作ることをお試しください。じゃあ家作り編はここの辺で終わりにいたしましょう。次回は船を作るぞ編になると思います。まあ船完成までいけるかな、次のパートで。ではまた次回、バイバイ。
今のは大きかったわね。引っ越ししてよかったのかもしれない。でもあなたたちすごいじゃない。ものすごい揺れだったのにこの家は全然崩れてないわ。いや、みんなおはよう。あの揺れでも起きないシルコアーマイを俺は好きだぜ。もう全員に呆れられてるやんけ。はい、次回です。バイバー。ラララララ、なんかまだムービー続くのかしら。ねえ、二人ともちょっとこっちに来て。めっちゃシルコアーマイは笑顔やんけ。味方なんだけど、ここに作るのがいいと思うの。そうですね。ベースキャンプで作っても運べなくなるし。いいんじゃない。ここで。じゃあ決まりだ。まあ別々に作ることになると思うけど、作るときぐらい一緒に作れ。片っぽがサニー号を作ろうとしてて、片っぽがメリー号を作ろうとしとったら、それはもう合わんのじゃ。俺たちも見えないところで大工仕事してるからなって。ここさ、ここ俺気づいたのよ。目線をさ、アキラたちに向けてないの、俺たちに向けてのシルクアーマイよ。これ俺たちに向かって言ってんの、やばくない。子供たちに不条理を押し付けていることを分かっていながら、シルクアーマイを俺たちに言ってくるんだ、これを。誰に言い訳してるのよ。ほら、ふざけやがって。はい、本当に次回です。バイバイ。あんなムービーあるの忘れてたわ。